ロージェニーです。今日はね、また沖縄来ました。今那覇空港からおなじみのタイムズ川で、今日は日産のデイズループスですね。また K です。速度調査を検知しました。安全運転を心がけましょう。ということでね、GO!目的地に近づきました。案内を終了します。ここまでの所要時間は1時間14分です。運転お疲れ様でした。あのボタン押してもうたんですけど、チケットはいらないそうです結構ね、58号線、まあ、海沿いの方の道で来たんですけど、なかなかね、浦添市のあたりが混んでて結構時間かかりましたね。とりあえず荷物を入れようか。あれこっちはね、あ、フロントに置かれへんタイプか。このまま歩いていったらいいか。真ん前が空いてました。姉ちゃんばあちゃんちゃんがこれ大丈夫やな。よいしょ。なんかね、一旦駐車場に入れて入るみたいですね。よし。車止めたんで、今からチェックインしようと思います。今5時前です。ライフね。時間来てもうたんですけど、チェックインします。よかった、ダブルスリーやな。今チェックイン終わりました。結局スタンダードルームを予約してたんですけど、アップグレードしてくれて、最上階の9階の904号室エグゼクティブルームですね。行きます。904号室到着しました。嬉しいですね。
速行ってみたいと思います。見てみましょうか。もう早速カーテンから入れて、ではヒルトン沖縄ジャパンリゾートオープンします。わお、やばいね。あ、もうちょっと晴れてたな。サントリーの通り。外出ようか。あ、いいね。アメリカンビレッジがいいですか。どうやるな。あ、結構通るね。子供用がこっちかな。あ、ピュッとしてるよね。これはダブルツリー。子供用こっちか。子供用こっちか。次はお部屋ですね。キングサイズ。硬め。ちょうどいい。あ、ちょうどいいわ。ちょうどいいわ。枕の匂いする。あ、来た。さ。というのは冗談で。いい匂いです。やっぱりこのサンセットがね、売りですね。もうちょっとやね、今5時半やから。実はね、さっきエグゼクティブラウンジに行ったんですけどね、いっぱいあってまさかの部屋に一旦戻されるっていうね。まあ、これはもうしょうがないんですけど、ちょっとホテルのキャパの割にね、ラウンジが小さかったかなっていう。だから今度宿泊される予定の方は早めにね、ラウンジ入ってもらうのがいいのかなと思います。ただね、これラウンジからはサンセット、あれ見られへんのかね。見られへんから、ちょっと実際こっち部屋でちょっと待って、サンセット眺めて、それからラウンジ後で行くっていうね。これありなんかなと思います。こっちの方行きます。お、あと、これです。これが塩プリンですね。ゴールドステータスのね、特典らしいです。チャタンのマースプリン、黒糖とろーり濃厚カスタード。この箱、沖縄県内で採水した水にサンゴカルシウムを使用し、自社独自の製法でミネラル分とペーハーの調整を行うことにより、
安全で口当たりまろやかな軟水に仕上げました。ほら、三。ここにバスローブ。バスローブね。バスローブやんねこれ。まさかのペラペラ。重たい、全然綺麗やね。こんな言い方したら申し訳ないです。おぉ、いっちゃう。バスタブね、バスタブチェック。これ深い、なんか深いし、まあ、足全然伸ばせる。サウナもね、あるみたいですよ。なんかすごい狭いので、なんか誰か入ってたら入られへんみたいなことを言われました。うん、綺麗ですね。これ伏せる。ちょっとね、右肩上がり斜めってるよね。これが右肩上がりに縁起を担いでんのか、どっちやろな。たまたまかな。クヒューと同じ色のブランド。家に入れちゃうの。今からね、今17時20分なんですけど、エグゼクティブラウンジの方に行ってみたいと思います。17時から19時までカクテルタイムで、まあ、たっぷりねお酒が飲めるみたいです。前人未到の11杯チャレンジしてみたいと思います。さ、それとあとヒルトンのゴールドメンバーなんですけど、特典として塩プリンをいただきました。今ちょっと冷蔵庫入れてるんで、ね、楽しみにしてるんですけど、あと朝食は下の3階のレストランとエグゼクティブラウンジと選べるそうです。でも種類が豊富なのは3階のそのレストランの方なので、そちらで食べようかなと思います。結構歩くな。これパトマI'm going to go to the next one.
って考えたらもうここでは食べれない。あ、今ラウンジ出まして、今からクラフトビールが飲めるタタンのブリュワリーに行ってきます。ラウンジですけど、品数は少なかったんですけどね、まあ量より質というか、まあ美味しかったですね。例えばトルティーヤとか美味しかったですし、まあ、ジャイアントコーンとかナッツ系とか、あと野菜もいっぱいあって、で酒飲みからすると泡盛が結構美味しくて、余ってもうって3杯ぐらい飲んだんですけど、まああんま不便もなくて飲みやすかったですね。ワインはね、白の辛口しかなくて、割とデザートワインじゃないけど、こう甘口の方が好きなんで、ちょっと合わへんかったかなって感じですね。やっぱ混んでますね。混んでるんで早めに行った方がええんかなっていう。で日の入りが6時23分やったんで、まあ、5時前に並んで5時から飲んで、で6時ぐらいから部屋で飲むのがおすすめかなと思います。じゃあ行ってきます。この後はね、クラフトビールが飲めるチャタンハーバーブリュワリーに行ってきました。また詳細レビューしますね。ここもめちゃくちゃ良かったですよ。ではおやすみなさい。おはようございます。チャタンの朝は快晴でございます。今からね、朝食に行ってきます。朝食はね、3階のスリリンというところと、あとエグゼクティブラウンジで取れるんですけど、6時半から10時半までですね。で、種類が豊富なスリリンの方に今日は行ってみようと思います。でなんかね、ゴールド会員特典として、朝食時間を予約できるみたいですね。なんかね、結構混んじゃうみたいなので、ゴールドステータスの方を予約してから行ったらいいと思います。じゃあ、ゴー。まだ欲しい。これはラウンジになったやつ。ああ、甘いやつ。
全然今回はね、駐車場にさっき止めてホテルに入ってもうたんですけど、駐車場の横に素晴らしいエントランスがちゃんとありました。こちらで皆さんは荷物を預けて駐車場を止めてホテルの方入られてくださいね。まあこのホテルはめちゃくちゃ良かったですよ。おすすめです。近隣がねアメリカンビレッジなので、個人的にはグアムっぽいなっていう感じでした。次回の動画でね、またやばいホテル開拓してきたんで、ぜひチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。じゃあまたねー。